蘭作「顎十郎鶏も物町」第8回「氷見上」「指標の説」「これ押すな押すな押すなと申すにどうかお氷をあなただけがもらいたいのじゃない皆こうして待っているほんのひとかけでも」 今、順にくださる。お待ちなさい。実は。おい、お武家さん。俺たちはこうして炎天に照らされながら二時も前から待っているんです。つい今来て先にせしめようっていうな。少しばかり虫がいいでしょう。まことに、申し訳ないが、実は。本郷、向ヶ丘。加賀様の赤門で、 名題の前田加賀の神の御主殿屋敷。本郷から下屋の根津脇までまたがって、屋敷の寺内が十六万坪。地区の領雨、海岸の降風、万象の静雪。幾徳園八景といって、仙石林木の淵、湧水を極める名園がある。北隣、 水戸様の中屋敷に向いた弥生町側の通陽門から、天出にどんぶりや土瓶を持った老若男女が溢れ出し、余列並びになってずっと根津門間の方まで続いている。加賀様の雪ぶる舞。加賀屋敷、冷てえ土だと泥をなめ。と、川柳店にもあるくらいで、聖火の甲、江戸の行事の一つ。 花英版の唐と遊覧年中行事にも、6月1日、指標の説ご祝儀、歌集校より氷献上、お余りを超下にくださると見えている。指標の説、また氷室のご祝儀ともいって、3月3日の桃の節句、5月5日の勝負の節句、9月9日の菊の節句に次いで古い行事で、 仁徳天皇の御代に山の辺の福住の氷室の氷を朝廷に奉って以来、6月1日を氷室の節といい、西の丸では富士氷室のお祝いという儀式があり、大奥御台所は四皇の大正名に祝いの氷持を下さる。町屋では前の年の勘のうちに、 水で作った餅をを食べてこの日を祝い、江戸富士参りといって駒込の新興寺の時代に誕生した富士権現に参り麦わらで作ったと打ちわや氷餅氷豆腐などを土産にして帰る6月1日の氷室のお祝いに賀集公からお雪を差し上げることは加賀様の氷献上とい これも古い行事の一つ。演起式の古式にのっとって前の年の寒のうちに屋敷の空き地の正常な地に深さ2畳ばかりの大穴を掘りそこに荒むしろを敷いて雪を詰めた霧の大箱を収めるその周りを数万坪の雪で囲い雪の上にむしろを厚くかけて高く土盛りをする こうして春を過ごし、6月1日、土曜のさ中に穴を開き、周りの雪をのけて、霧箱入りの氷をかごに乗せ、一橋五門から入ってすぐお車寄せまで行く。車寄せについたお雪の霧箱は、お蕎麦用人、お坊主付き添いで、まず老中の用部屋まで運び入れ、用部屋から時計の魔坊主、蕎麦用取り継ぎと、 順々に送られお待ちかねの将軍がこれを器に持って今年の雪はことのほか冷たいのなどとご賞味なさるさて加賀様のお氷が西の丸へ上がったと聞くと本郷下や一帯の長蛇のものはもちろんはるばる下町からも遠近寄船の別なく 容器を持ってお余りの氷をもらいに集まってくる。暑いさなか、ようやくお氷はちょうだいしたが、日本橋までかごを飛ばすうちに、どんぶりの雪がとけて水になる。ずいぶん高い水だが、生ぬるになった水でもお氷がとけた水だといえばありがたい気がする。江戸はことに水の悪いところで、 町人は夏の間に雪や氷を口にするなどということは思いも及ばなかったので、かがさまのお雪は大変に珍重された。そういう具合に、丼や蓋物を持った面々が、よれつつなぎになって並んでいるのをかき分けるようにして前へ泳ぎ出し、晩秋に押し戻されて、すごすご後列へ戻っていくが、すぐまた出てきて逆上したように、 怒りを怒りをとあえぐ四十二三の浪人亭の男。目鼻立ちの大構えな一文字眉。底の座った立派な顔形だがいわゆる長々の老老。朗。ンクががっくりと頬を落とし込み瓶の毛はほうけだって武将たらしく耳の上へ覆いかぶさっている。 女手がないのか、無様に次を当てた次だらけの古塊。縦糸の切れた古博多の帯を縄のように締め。鞘だけは単語塗りだが、中身は多分竹密。腰の軽さも思いやられる。顔色は土毛色に沈んでいるのに、目だけは火がついたようにギラギラと光り。 瀬戸の古丼を突き出しながら、うわずったような声で、あの、どうか、怒り。晩秋も壕を煮やし、つい剣突き声になって、こいつまた来た。わからねえにもほどがある。順にやると言ってるんだ。列に着きなさい、列に。浪人亭の男は、あふっとあえいで、申し訳もござらぬ。 すすようですが、実は実はもちょう提灯もありゃしね騒いでいるのはあなた一人だ皆あのとおり静かにしているじゃないか実はたった一人のせがれがこのほどからの地闇で昼夜を分かたぬ耐熱人心地もないうちにも毎年おりを頂戴したことを覚えていると見えまして死後日前から口を置かずに お氷、お雪と上ごと申します。明日は明日はとようやく今朝までなだめすかし、先ほど間もなくもうお氷がお上がりになるということを聞きまして、飛ぶようにして駆けつけてまいったようなしだい。晩秋はうるさがって、お雪が欲しいのは誰も同じこと。子どもの地闇どころか、親の死に目にたった一口なめさせたいと。 親の死に目の子供の地闇のといちいち事情を聞いていたんじゃおさまりがつきやしないまあまあ順にあげますから列についてください浪人者はみすぼらしいほどに頭を下げまことにもって勝手次第おわびのいたしようもござらぬが耐熱のせがれをたった一人にしてまいりまして こうしておりましても万、まあ、一を思われて気もそぞろになります。チバスった目で列についている人々を見回し、お並びのご一等にはこの通り。どんぶりを持ったまま地面に片膝をつき、この通りお詫びを申す。何とぞ手前勝手を。番衆は顔をしかめて。 そんなところに膝をつかれては困る。順々と決まったことだから、順の来るまでお待ちなさい。では、これほどお願いをしても、あんたもくどい。どうでもお聞き入れくださらぬとあれば、やむを得ぬ。列に戻ります。ご無礼申した。うっすらと涙ぐんで。 うなだれがちにとぼとぼと根づかみの方まで戻ってゆくそうするうちにようやく氷が上がり先頭の方から順に氷室の方へ動き出す氷室の前では氷見の役人が十人ばかり金じゃくしを持って待っていて順々に差し出す丼や蓋物におあまりの氷をすくっては盛り込んでやるさあお次お次 もらったものは喜んで、どうもお手数様、ありがとうございました。と礼を言い、どんぶりを袖やたもとで覆いながらいそいそと小走りに戻っていく。九段の浪人者は、気もそぞろの風で、伸び上がり、肩で息をしながら雪をいただいて帰る人々を羨ましそうに見送っている。門からあふれ出し、 やよい町の通りを根津までぎっしりと余列に続いている人数だから大変。なかなか順番がやってこない。それから四半時、冷汗をかき、苛立つ胸を押さえながらジリジリと進んでいくうちに、どうやら氷室の近く、あと四人で自分の順番が来る。前の一人が去り、また一人。 ようやく待ち焦がれた自分のびらの袖で汗をぬぐいながら、震える手で丼を差し出し、どうか、手前にも。姫役は金弱子を振って、お雪は、もうない。な、なんと言われる。お雪は、今で皆になった。浪人者は、くわっと目を見開いて、 では、もう、気の毒だった。ほんの一かけらでも。いや、一かけらもない。今年は特別に初期が激しく、おかこい氷が半分た溶けてしまったところへ、例になくおもらいの人数が多く、氷室はご覧の通り土ばかり。来年はもう少し早めにお出かけなさい。そ、そりゃ、 あんまり、むごいお扱い。腹を立てられても困る。何しろ相手は氷のことだでな。溶けてしまったものは、いかな氷見役でもどう扱いようもない。さあさあ、もう引き取りなさい。取りのぼせて、手を伸ばして氷見役の腕をつかみ。では、お土でも。氷見役人は勘を立てて、 何をする手を離せ。お願い、お願い。これ、手を離せと申すに。手強く押しのけたはずみにどんぶりが消し飛んで、地べたの小石に当たって二つに割れる。これはご無体。無体とはこちらの申すことだ。まごまごしないで早く帰れ。浪人者は地面にかがんで、 もそもそとどんぶりのかけらを拾い集めていたが、何を思ったかすっくりと立ち上がると、手に持ったどんぶりのかけらを力任せに地面にたたきつけ、よし、どうでもくれぬというなら、取るようにして取ってみせる。まだ水道橋へはかかるまい、これから追いかけて。目に血を注ぎ、すさまじい行で、 行き殿坂の方を見込むと草履を脱いで裸足になり髪振り乱して阿修羅のように走り出した桃の葉湯本郷三丁目の有馬の湯六月三日が土曜の牛の日この日桃の葉で立てた風呂へ入ると 書記を払い、汗も止めると言って、江戸中の銭湯で桃の灰を立てる。例によって晩鐘をなまけ、手ぬぐいを肩に引っ掛けて、汗を流しに行く。ちょうど七つ下がり、熱い盛りで客はほんの二、三人。光景を枕にして流し場に長くなっているのは、いつも間延びした歯抜け歌をうなる裏の隠居。顔は見えないが、 ゆつぼのなででいをって顎十郎が小酌子で係湯を使っていると歌がやんでザクロ口から真っ赤になってはい出してきたのは加賀様のおろく尺で顔なじみの虎吉というひょうきんなやつ顎十郎の顔を見るとヒょっと頓強な声を上げておいて「よこれは仙波先生」 うはもうお役上がりですか顎十郎はふふっと笑って「この書記では役所詰めもおかげがねえでな休みにした」。虎吉は並んで係湯を使いながら「先生は相変わらずのんびりしていらっしゃる。ご用がなかったらあっしどもの部屋へ遊びにおいでなさいませんか。 この説はちっともお顔をお見せにならねえので、いつも皆とお噂をしておりやす。いいな。一プロ浴びたら一緒に行って、久しぶりに皆とバカっぱなしでもするか。虎吉は喜んで、じゃあ、お背中でもお流ししましょう。と言って膝を打ち。そりゃそうと、明けて前のついたち。 ひょんな騒ぎがあったことをご存知ですかいや、聞いていない。じゃあ、お聞かせしましょうか。聞かせてくれるのはありがたいが、暑苦しい話なら願い下げだ。暑苦しいどころか、途方もなく涼しい話なんで、なんと言ってもお氷の件なんだから。お氷が、どうした 世の中にはぶ分変わったこともあるもんですが、今度なんかもその中んづく、お屋敷から上がった献上のお氷を、霧箱ぐるみそっくり持っていった奴がいるんです。ほほう、それはいかにも涼しい話だの。虎吉は乗り出して、なんと申しやしてもね、古くからの重い慣例。 あまり物欲しそうにはしねえ久保様が、これだけはお待ちかねで、前の月花からもうあと何日で加賀の氷が来ると待ちかねておいでになるという、その氷。そいつを横合いからかっさらったやつがある。大げさに言うわけじゃねえが、これは天下の一大事。殿様の恐縮もさることながら、カゴについていった用人、姫役一度。ことによったら腹切り者。 相手が氷でもこれじゃあ少ーし涼しすぎましょう。この説はいろいろとかわった盗っ人が出る。それでどんなやつの仕業だったんだろう虎吉は顎十郎の肩につかまって背中を流しながら話はあと先になりますが実はお雪献上のカゴを担いでいったのはあしとための二人なんでね。 ですから顎十郎は肩越しに虎の方へ振り返って「じゃあお前がお氷がさらわれる現場を見たわけだな」。虎吉は照れくさそうに頭へ手をやって「見たか」と尋ねられりゃ見たと返事をするよりしょうがねえわけなんですがそれがどうもなんともざまのねえ話なんで。 どうした今詳しくお話し,します。多分ご存じじゃなかろうと思いますが何しろ相手はとけりゃあ肩なしになるやっかいな代物。毎年の例でこいつが西の丸のお車寄せかっきり四つ半につくのが決まりなんで。といいますのはお上は九つの昼ごはんでお膳を引くとすぐそのあとでお氷をお上がりになるんで。 この時刻はどんなことがあっても外されない。ですからお氷が四つ半きっちりにお車寄せつくには何時に氷室を出して何時に籠へ乗せ門を出るのが何時行きどの坂を下りきるのが何時とお送り役と氷見役立ち合いでたも届けを持ってお籠の速さを割りつけ大げさにいや氷室から西の丸のお車寄せまで 何千何百歩ときっちりと決まっているくらいなものなんですいやはや大変な異性のもんだなまったく軍団読みの選挙を聞くと「武者押し」というのは一個三足といってほどの摩酌が決まっているもんだそうですがお郡犬状の駕籠行きは添え役が玉届を見ながら「ほい」とかけ声をかけると さ,っささっさと歩出る去年行きどの坂の折口で二百歩目でにらんだぼうじぐいは今年も同じ二百歩目でにらみつけようというわけなんであとしと為が毎年お氷の籠を釣っていくんですがこの籠か,かきだけは二人でなくっちゃとまらねえまあそういったようなものなんです面白いのところで その日お氷が氷室を出たのは、お添え役の田時計で十時五分。ご正門を出たのが十時十分。行き戸の坂を下りきって二十五分。水道橋を渡りきって三十分。人望町角が三十五分。三番原口から一橋かかりが四十五分。ところで、ここでひょんなことが起きちまった。どうした 今一つ橋五門へ入ろうとすると、いきなり門内から無んに飛び出してきた奴があって、闇雲に籠の引き戸のあたりにえらい勢いで体当たりをくれた。ほうほう人間一人が乗っているなら人の重さがありますから、体当たりぐらいでひっくり返るなんてことはねえんですが、何しろ中身はごく軽いんだから、籠は宙に浮いている。 そこへいきなりえらい勢い,いで突っかけられたんで、足とためは弾はみを食って棒花で流れ、ものの二三軒もひょろついていって、籠を放り出してもろに青の毛にひっくり返っちゃった。様はねえのう。いやあ、どうも。どういう弾みか知らないが、ひっくり返ったところへまるでご注文みたいに籠がおっかぶさってきて、足や眉間を、 タメは花面を火の出るほど棒花でどやしつけられまったくのカンカンのお給料んす。いてえの騒動のキュッといったきり息もつかれねえ。そうしているうちにそいつが倒れたかごの引き戸に手をかけるといきなりお氷の切り箱を引きずり出して小脇へ抱え横っ飛びにパーッと御門内へ飛び込んじまった。なるほど。 話は長いが体当たりをくれておいてお雪の箱を引っかかえの門の内へ飛び込むまではほんのあっという間これはと言った時にはもう影も形も見えない添え役人は十人もくっついているんですがどれもこれもやく上がりのしっこしなしおや大変とまごまごするばかりようやく我に帰って門内へなだれ込んだが もう、あとの祭り。盗っ人は、松平一前の屋敷の塀に沿って、大げばの方へ行き、ご破損小屋から五福橋の方へ抜けていったんだろうと思いますが、多分そうだろうと思うだけのことで、皆で追いかけた時には、後ろ姿さえ見かけない始末。今更ながら青くなって、とりあえずおそば役人まで訴えて、 しおしおと屋敷へ引き上げてきましたが、殿様はもってのほかのお怒り、すぐ友を揃えて西の丸へお詫びに上がるという騒ぎ、添え役、姫役は青なにしお、どうでもこりゃあお叱りは免れない。顎十郎はのんびりと顔を振り上げ、しかしそれだと言って、盗っ人の顔ぐらいは見たろうから。 こりゃまあ、すぐ知れる。虎吉は首を振って、ところが、そうじゃねえんで、顔なんざ誰も見ちゃいねえ。ほうほう、それはまたなぜなぜにもなにも、袖を引きちぎってすっかり顔を包んでおりやして、アバターやらひょっとこやらんで知れない。ふーん、でもなりぐらいは見たろう。 ですから見たかと言われりゃあ見たという古かたびらを着て2本刺した浪人風とまあ言うんですがこれもちらと見かけたばかりあんまりきっぱりしたことも言われねえまったくらちのねえ話でそれでお雪盗人は分からずじまいいやそうじゃねえんで青 名前は忘れましたがなんとかいう浪人のが南番所の藤波の手で捕まってこれがその大体そいつだろうということに決まりかけているんだそうでへっ藤波がそれは素早いのう二人が話し合っていると眠っていると思っていた歌いの隠居がもぞもぞと起きだして。 ええ、そのことなんでございますが。顎十郎は振り向いて。これはご隠居さん。眠、ね、っていらっしゃるのだと思って声もかけませんでしたが。60ばかりの品のいい老人で、ひとつまみほどの白髪の曲げを頭に乗せている。にじるようにして寄ってきて。眠、ね、るどころの段じゃございません。 先ほどからお話を伺っておりました。と言って目をしょぼつかせ、お話の様子ではまだご存じなかったようですが、南番所へ引き上げられた浪人者というのはあなたもご存じでしょう。いつも肩出すきでかさ張りにせい出しているすぐ裏の浪人者、青地玄右衛門。 知らないわけはない。乗り売りばばあの奥隣の言語とかいう子供と二人暮らしの。へえ、そうでございます。話はしたことはありませんが、手前の二階の窓からちょうど目の下で、何しろ一間切りの家だから、嫌でもどなかまで見通し、四五日前に子供が熱を出したとかで、 だいぶと心配らしく見えましたが、あれが、お雪盗と。盗んだのか盗まぬのか、それはあたしどもにはきっぱりしたことは申されませんですが、ありようは、と言っても、源右衛門さんの実会ですが、自分が盗んだのではなく、誰か知らないが、お氷の入った切り箱を、 あがり口へ置いていったものがあるとそういうんでございます。はてお氷の箱が上がり口に加賀様へお雪をもらいに行きもらいそこねてぼんやり帰ってくると上がり口に見慣れない切り箱が置いてあるので何だろうと思って蓋を払ってみますとそれが胸も焦げるほどに欲しいお氷。 ほうほう、と申しますのはご存じのようにいせがれがずっとひどい耐熱で上ごとの間にも雪をくれ雪をくれとせがみます。親の身としては息のあるうちにせめて一口なりとすすらせてやりたい。まもなくお雪が上がるということでどんぶりをひっつかんで駆けつけたがちょっと遅かったばっかりにもらいそこねがっ きおちしてたましいがぬけたようにとぼとぼとかえってきた。そのはなさきへきりばこにはいったおこり。とうざはゆめをみてるんだとおもったそうです。あんまりほしいほしいがこりかたまってうつつにこんなものをみるのだとおもった。そりゃあそうありましょう。さわってみるとこれがつめたい。 確かに夢じゃない。すぐ届けりゃよかったんですがこのかわいさにひかされてお雪に手をつけたそのとおりいくら逆上したといってもそこはお侍それをしたら大変なことになると一旦はすぐ訴え出ようと思ったそうですが目の前でせがれが熱に苦しんで 虫のような細い声で「お雪をお雪を」と上とを言っている「ふん放っておけばどうせ溶けてなくなるものひとかけぐらいはいいだろうさあ雪だぞ」と言って子どもの口にさしつけると人心地のないながらに「ああたいうまいね」と子どもは夢中になって喜びます。 何しろひどい熱ですからものの5分もたたぬうちにまたのどをかわかして雪をおくれというこうなるとたまらないせきがきれたようになってもうひとかけらぐらいいいだろうもうひとくちはいいだろういいだろういいだろう,いいだろうですすらせるほうととけるほうでみるみる雪がへってゆく。 こうなればもう破れかぶれ。いっそのことこの雪で額や胸を冷やしてやったらどんなに子供が楽になるだろう。手ぬぐいに押し包んで胸と頭へ当ててやると、ああ、涼しいねえと子供は喜ぶ。あっと気がついた時にはもう一かけらの氷もない。あご十郎は、 いつになくしようとして「いやどうも気の毒な話ですなあ」。それでどうしました?「しまったと思ったがもう遅い」。切り箱を抱えてぼんやりあたしのところへやってきてありようをくわしく話しこれから政子町の地震番へ名乗って出るつもりだから。 どうかせがれのことはおたのみ申す。誓って手前がとったのではありませんから、必ず疑いは解けると思います。誠意を悲劇し、一日も早く戻ってまいりますから、何とぞ不憫とおぼしめして。いかにも哀れな話ですから、あとのことは確かに引き受けたからと申しますと、みすぼらしいほど礼を述べ。 家主堂々で地震盤へ行きました。顎十郎は首を振って「はああそいつはいかんなあ」。隠居はうなずいて「行けない」というのにはこういうことがあります。氷をもらい損ねてクワッと逆上し。 君役人の前でどうでもくれぬというならこれからお氷の籠を追いかけて必ず奪ってみせるからとどんぶりをたたきつけえらい形相でその場から駆け出したいやはや実のところはどうでも取る気で水道橋編まで追いかけたのだそうですしかし考えてみればお献上の品に手をかければ 軽くて打ち首、重けりゃごくも門。そうなりゃかえってせがれに浮目を見させるわけ。ああ、やめにしよう、と、とぼとぼと引き返した。ところがもう一ついけないことがある。今も話していらっしゃいましたが、源右衛門のその日の着付が、古肩びらに塗りざやの二本差し。 一橋ん門内から飛び出した氷盗びとそっくりそのまま。顎十郎も思わず探索して。うーん。着付けが同じでお雪を使ってしまったんじゃ。あの藤波でなくとも手前の知らぬことでは済まさせない。ちょっと抜き差しなりませんな。隠居はうなずいて。 かしかそれにしてもんえもんさんが嘘を言っているとは思われない。こんなあたしなどが力んでみたところが何の多足にもなりますまいがせめて頼まれがいによっぴてせがれの看護をし今さっき裏の乗り売りばばに代わってもらいひとっ風呂浴びてこれからうちへ帰ってふた時ばかり眠るつもり。と言って 改めて膝を伺う,うところじゃあなたは北番所でお役につきまたさまざま取り物で巧妙をなすった方なのだそうでこれも何かの縁もし源右衛門さんが真実無実なのなら何とかしてお助けくださるわけにはまいりますまいか先ほど家主が来ての話には 昨日まではどう責められても自分の仕業ではないと言い張っていたのに、どうしたものか、急に今日になっていかにも自分のしたことに相違ない。確かに手前が盗みましたと、手の裏を返すような申し立てをしているそうで。ご承知か知りませんが、源右衛門という人は非ぞので、肥前の木で二万八千石。 丹後守の御指南板で板倉流の居合の名人たとええび攻めされればとてそんなことぐらいで追い落とされるような人柄じゃないこの辺に何か矢があるのだと思いますが顎十郎は腕を組んでうつむいていたが急に顔を上げて「確かに。 証を立てるとはお引き受けできませんが、同じ長屋の住人がそういうはめになっているというのを黙って見過ごしてもいられない。ようございます。なんとか一つやってみましょうて。手ぬぐいを肩にかけ、虎吉と連れ立って有馬の湯を出る。 無駄っ放しをしながら本郷三丁目を左へ曲がって、加賀様の赤門。役割部屋へ入っていくと、皆懐かしがって、寝転んでいたやつまで羽を着てきて、右左から先生先生と取りつく。顎十郎は上がりがまちに近いところへあぐらをかいて、六尺が組んで出す茶をのんびりとすすりながら、 ぐるりと周りを取り巻いているつまらぬ顔を見回し「今度は何か妙な騒ぎがあったそうだな」。部屋頭が割り膝でそそり出てきて「いやどうもバカな騒ぎでタメとトラのおかげであっしら一度えらいお叱りでこれが本当のそば杖言ってこいつら間抜けなんで。 カゴに押し当てられたグレーでひっくり返るなんてな、ざまのねえ話。恥ずかしくてなりません。まあ、そういったものでもない。ものには弾みというものがある。畳の上で転んでも、間が悪けりゃ足をくじく。今、ありまの湯で聞いたばかりなんだが、氷を盗んだとか盗まないとかいう浪人者は、 実は同じ割長屋に住んでいる男でのう。家には今年10歳になるせがれが自液で熱を出して寝たっきりになっていることから、青じが氷をもらい損ねて逆上し、つまらないことを口走った天末を話して聞かせると、部屋中は急に湿り返り、中には鼻をすするやつまでいる。 部屋頭は手ぬぐいで鼻の頭をこすりながら「そんないきさつは知らねえもんですから腹立ちまぎれにドジだの腰抜けだの」と言いましたがそういうわけならそんなひでえことを言うんじゃなかった聞くとおりいかにも哀れな話だでの何とかして助けてやりたいと思っているんだがへいへいそれについて どうでも手を借りなけりゃならねえことがあるのだが、どうだ、貸してくれるか部屋頭は意識を浮かせて、貸すも貸さねえもありゃしません。ろくしゃくとい,いやかごの虫。見かけはケチな野郎だが、水道の水を飲んだおかげで気が強い。弱いものなら腰を押し、強いやつならむっこっつら。 伊達天が川おりで鬼影に乗ってこようがびくともするもんじゃありません。藤波だか宇治みだかは知らねえが下手に青路を追い落とそうというなら江戸の役割356部屋これに蛾縁と虫子を総出しにし南の晩鐘を焼き討ちにかけてしまう。あご十郎は長い顎ごの先をなでながらまあまあそう意きごまんでもいい。 俺が頼みたいというのは、そんな大したことじゃない。すまないが、タメとトラに籠をかかせて、一ツ橋五門まで行ってもらいたいんだ。部屋頭は、げんな顔で。へえ、タメとトラに籠を、それで、どうなさろうって言うんで。おととい、氷を乗せて行った時と,と同じように。 氷室から一つ橋まできっちり四十ミュートで行き着くように歩いてもらいたい。四十ミュートでですから、どういう顎十郎はとほんとした顔で。氷券上のカゴが氷室を出てから、どう氷見役人が小手回しが効いても、それだけの氷を分け終わるには、少なくとも四半時はかかる。 籠が氷室を出てから40ミで一つ橋につくとして、ものの市販時も遅れてから追いかけて、果たして籠に追いつけるものかどうか。部屋頭は膝を打って。なるほど、わかりました。籠を書き出しておいて市販時ほど経ってから追いかけ、本当に追いつけるものかどうか試してみようとおっしゃる。まずその辺のところだ。 どうでも追いつけないならこりゃあ王子のやったことじゃない。追いつけるか追いつけないかこれが青子が罪になるか罪にならないかの境だ。と言って言葉を切り「すまないが誰か姫役人のところへ行って大体いい何時ごろにお振る舞いの氷がおしまいになったか尋ねてきてくれ。 俺はこれから金助町のおじのところへ行って、たも届けを借り出してくるから。戻ってきたらすぐ釣り出せるように、氷室のそばへかごを持って行っておいてくれ。へっ、ようございます。おい、ため、とら。籠部屋から籠を引き出して、お氷の箱ぐらい重みを乗せておけ。がッテつい目と鼻の金助町。 おじからたもと時計を借り出して、ひむろのそばまで行くと、部屋中総出になってあごじゅうろうを待っている。これはえらい人数だ。どうせ尻押しついでにみんなで威勢よく押し出そうと言うんで。あごじゅうろうは手を振って、いけねえいけねえ。そんなことをしたら目立ってしょうがない。ためととら、部屋頭、この三人だけでたくさんだ。 時に、姫役人は何と言った何度時に氷振る舞いが終わったと言った端っこそうなのが進み出て、氷室をしまって詰め所を引き上げたら、ちょうどお時計が十時半を打ったと申しておりました。十時半。よーし、わかった。玉と時計を出して見ながら、この玉と時計で、今ちょうど三時五分前。 いいかきっちり3時になったらカゴをつり出してくれ。俺は30分遅れてここから駆け出すから。よろしゅうございます。1分ちがっても青字の生死の分かれ目しっかりやってくれ。と言って部屋頭に「お前にこのたもと時計を預けておくからきっちり40ミで一橋にかかるように頼むぞ。 合点でございます。こう見えても書ける方じゃめったに人には引けは取らねえ。言わんや食うや食わずの青字の書けるのとはわけが違う。そう言っているうちに三時。それ書き出せというので、タメとトラがぐいっと腰を上げる。部屋頭が付き添って、じゃ、参ります。さあ行ってくれ。 皆がガヤガヤ言いながら正門の方へ送っていく。顎十郎は氷室の腰掛けへかけて時間の来るのを待っていると、そのうちに乙系のある方からドーンと時の太鼓。ちょうど三時半。裾を人じ参んじん場処理にし、草履を脱いで裸足になると、さあ行くぞいきなり闇雲に駆け出す。空き地を回ってお長屋を 正門から本郷の通りへ飛び出すと、本郷一丁目を右へ行き戸の坂。水道橋を渡って水野の大屋敷を左に見、榊原式部の角から四番原を斜めに突っ切って三番原。大汗になって一つ橋詰めまで飛んでくると、橋のたもとへカゴを下ろして、虎と種と部屋頭の三人が待っている。顎十郎は大行をつきながら、ど、 どうだったここで何分ぐらい待った部屋頭は首を振って、とてもいけません。ここへカゴを下ろしたのはちょうど3時と40ミニュート。今がちょうど3時55ミニュート。あなたは15ミニュートも遅れています。顎重郎は汗を拭いながら、口から臓布が飛び出すほどかけてきたんだが、 十五ミュートとはだいぶ違う。だが、年、ね、には年を入れ、もう一回りやってみよう。かごを釣って、加賀の屋敷まで引き返し、またはじめからやり直す。なんとも顎の長いようなのが、一時も置かずにまたぞろ本郷の通りを大がけにかけてゆくもんだから、街並みでは皆店先へ飛び出して、わいわい言いながら見送っている。 今度は十分早めに追いかけたが、それでもやはり行けない。あごじろうが駆けつける五分前には、籠はちゃんと橋詰へ届いている。後口。古天馬町の牢屋敷。三千五百坪の寺内に、上がり座敷、上がり屋、おう二う、2軒半、無宿牢。 百姓楼、女楼と、胸を分ける。お目見え以上、五百石以下の未血衆は、上がり座敷へ。お目見え以下、御家人、僧侶、山伏、医者、浪人者は、一格下がった上がり屋へ入れられる。上がり座敷の方はいわゆる独房で、へり付き畳を敷き、日光膳、腕、休児盆などが備え付けてあり、 他に湯殿と接近がついい上がいいてる。り屋の方は、黄楼や虫苦労のような雑居房ではなく、これも独房だが、格式はぐっと下がって、畳は坊主畳になり、上がり座敷のように食事に給仕人がつかないから、従って給仕盆などの備え付けはなく、接陳も湯殿も入れ込みになる。 四畳に足りない六七という妙な寸法で一方は高窓一方は老郷氏、片側廊下で中郷氏の脇に鍵役改め役当番の控え所があるその一間この二日のうちにいよいよもって憔悴した源右衛門と向かい合って座っているのが仙波阿古十郎 格別陽気に構えるつもりはないのだろうが、顔のこしらえがなんとなくのんびりとできているので、こういう陰気な場所柄にはいかにもふつり合い。ちょうど話が途切れたところと見え、青字は膝に手をついてうつむき、顎十郎の方は例によって長い顎の先をつまみながら、とほんと天井を見上げていたが、鼻の先に止まりかけたハエを手で払うと、 いつもの不な調子で、いやどうもそれはそれはと分からぬことを言っておいて改めて青地の顔を眺め「とかく板書の人間というものは分かりきったことを七九毒念を入れるがこれがつまりが柄」「バカなことを伺うようですが加賀の屋敷を出て どういう道筋で一橋へおいでなすったどの道と申して、道は一筋。行きどの坂から水道橋、大屋敷を左に見て、榊原式部の角から四番原、三番原、それから一橋。まず、その辺が道順ですな。あなたは籠を一橋門内で待ち伏せなすっていらしたそうだが、 どの辺で氷のかごを追い抜かれましたか青字はちらっと目を上げて。はて、どの辺と申してお忘れですかいや、思い出しました。かごを追い抜いたのはちょうど大屋敷のあたり。あたりと言いますとちょうど大屋敷の角で。はあ、はあ。 そこで追い抜かれた。なぜそこでおやりにならなかった何かご祝儀でもありましたろう折屋く榊原の御徒衆が油断をかけた釣り台を担いで角から出てまいりましてそれでそれは悪い都合それにしても一つ橋の御門内で待ち伏せられたのはどういうわけですか 一体の空き地であの三番原なら門内で待ち伏せするよりやりやすかったのではなかったかと思いますが一旦は手前もそう考えましたが逃げるには便利なようでもなんと言っても四方見通しの腹、しおっと首を垂れて実はその日は二日ほど前から水のほか 何者も食しておらんような始末。このは足で腹の方へ逃げましたら、すぐ追いつかれる。ご門内の方ならば、屋敷も建て込んでいることでござるから、その間を縫い歩いたら、何とか逃げおわせるかと。顎十郎は、ほうとうなずいて、二日も何も上がらんで、本郷から一橋までかけるのは、 ななかなかたでしたろうお恥ずかしいことですが息切れがいたして今にも目がくらむかと思うばかりどうして追いつきましたやら不思議なくらいでそれも子がかわいさの一心御内の丞というのはえらい働きをするものですな取りもせぬものを取ったなどと言われるのも 不思議の一つで。青字ははっと顔を上げ。何と言われる顎十郎は笑って。あなたも上手に嘘がつけない方だ。そんな頼りないことでよく藤波が騙せましたな。これはしたり。などと驚いたような顔がまた嘘。 は荒げた声で「嘘とはそもそも何をもって何と言われようと手前が盗んだにそいない」。顎十郎は手で押さえ「まあまあそんな大きな声をなすってもしょうがないそれほどに言われるなら申しますが今榊原から釣り台が出たとおっしゃったようだが。 榊原式部は前の月の中頃、普段の中坂へ男ろがいになって、あの屋敷は今、空き家になっていることをご存知ですかお、それは。藤波はうっかり見逃したろうが、あたしはそんなことじゃ騙されない。いかに江戸が繁盛でも、部人の空き家から祝儀の釣り台が出てくることはない。 もし本当にあったらそれはお化けの口。ちょろりと相手の顔を見て、いいですかあの日お雪が氷室を出たのは遅い役の時計で10時5分一橋へかかったのが10時45分ところであなたが氷室を飛び出したのはカゴが出てから四半時を遅れた10時35分。 あなたがどんな井田店でも本郷から一橋までたった十ミニュートでかけられるわけはない。偉そうに言うようでお見障りでしょうから打ち明けて話しますが、実は昨日あの日の時刻にカゴを出し、それから足半時遅れて死に物狂いに追いかけてみましたが、カゴが一橋の門内へ入りかける頃には、 私はようやく三崎稲荷の近くどうでも10分ばかり遅れるのです念を入れてもう一度やったがやっぱりいけないそれで今度はがさまの早飛脚で小田原の吉座というのを頼んでかけさせた一日で江戸と小田原を楽に往復するというえらい早足なんだがやはり追いつけない だいぶせまってはいきましたが、かごがひとつばしもんないにはいりかかるときには、ちょうどよばんはらのいりぐちへかかったばかり。ふふっとわらって、しつれいなことを申すようだが、さっきうかがっていると、ふつかばかりなにもたべず、みずばかりのんでいらしたということだが。 その足ではまずまずどんなことがあっても籠を追い抜くの、先回りして待ち伏せるなどということはできない。いかがですねえ、青じさん。あなたの家の上がり口へ氷の箱を置いていったのは誰なんですたとえ相手は氷でも、献上のへ手をかければ、内首獄門の滞在。 おまけに自液で耐熱を出して苦しんでいる子息の命に代えてまでかばおうとなさる以上あなたがそのものの名を知らぬというはずはない青字は神戸を垂れ長い間修繕としていたがそろそろと顔を上げ恐れ入ったご活眼何もかも包まず申し上げます 実は手前が盗んだのではありません。改めて畳に手をついて、政、ま、にそのものの姿は見ませんがあれを手前の家へ投げ込んだものの心当たりはございます。恥を申さねばなりませんが手前には長一郎という長男がございましたがこれがいかにも宝刀ぶらい。 いかがわしいものを語らって、町家をお叱りゆすりに出かけます。目に余りまして、三ぬる年、感動いたしましたが、いかに無来でもそこは血の濃さ。弟言語の欲しがる雪を盗み取って、家先に投げ込んだものと察し、おい先短い手前が、長一郎の罪を背負って打ち首になれば、 いかなぶらいなやつも本心に立ち返るであろうと存じ、それゆえ、お上を欺くような、こんな仕方をいたしました。顎十郎は組んでいた腕を解いて、お話はよくわかりましたが、それは血と妙ですな。はて、古かたびらで顔を包んで、 一橋の門から駆け出しお氷のかごに突き当たって慌ててまた門内に駆け込んだその男は堺の大部屋で手遊びをしていた石田清右衛門という御家人崩れ勝負のことで小物の小瓶を切り足に任せて逃げ出した鼻先へかごが来てついの弾みにかごをひっくり返した これはとうろたえてまた部屋へ逃げ帰った。氷も何も盗んじゃいないのです。言わんやあなたの子息の長一郎さんとやらじゃないんだからつまらぬかばいだてはまずまずごム用。青じは思わず膝を乗り出してそそれは事実で。 事実も何も。堺の部屋にはこれが嘘でないという証人が十人二十人とおります。もっとも石田正門の方は自分が籠をひっくり返したためにこんな偉い騒ぎになっているなんてことは知らない。顎十郎は長い顎の先をなでながら嘘吹いて。ところで。 手前には誰がお氷の箱をあなたのうちへ投げ込んだか。大体当たりがついている。が、それはこっちの話。ところで氷の箱ですが、これは盗まれたのではなくて籠から転げ出し、あの辺の草むらの中へ落ちていた。それを誰かが何か金目なものと思い込み、拾って抱えてきたが、 さて開けてみたところがただの空箱。なんだつまらねえ。で息きずりに、垣根越しにあなたのうちの中へ投げ込んだ。スリなどがよーくやる手で、盗んだ財布から金だけ抜き取り、財布の方はところ構わずその辺の縁の下へ投げ込んでいく。そんな例はざらにあるんです。 うん、悪く投げ込まれたのがあなたのうちで、それがあなたの不幸と言ったようなわけ。いかがですか確かにおわかりになりましたな。それから一時ほどのち、あご重労はぶらりとかがの大部屋へ現れる。ためと虎を空き地へ呼び出して。虎にため。 よくやったな。ふたりはあっけにとられて。よくやっただしぬけになんです。あごじゅうろうはへへら笑って。かごがひっくり返ったはずみに氷の箱がかごから飛び出して土手下の草ん中へ転がりこんだ。あおじのせがれが耐熱で大変に氷をほしがっていることを知っている。こいつはいい。 んで、互いに目顔で知らせ、はあの侍、お氷の箱を抱えて逃げて行きやがれと騒いだな。姫役人などはみんなトンチキだから、そりゃ大変で追いかける。どの道ち二人に用はない。西の丸外を散々駆け回らせておいて、二人のうちの一人が氷の箱を抱え、 はやがけしてあおじのいえへなげこむ。きょろりとふたりのかおをみて。あおじがばか正直で、はこをかかえてじしんばんへうったえでたには、おどろいたろう。ためは息をのんで、ど、どうしてそれをみそこなっちゃいけない。おれの耳みみは、おまえたちのとはちとできがちがうのだ。 氷盗っとが箱を抱えたのを見届ける暇があるのに衣類のなりがわからないというはずはないわざと曖昧な申し立てをしているところに何かいわくがある有馬の湯で話を聞いた時からことによったらお前たちの仕業だとちゃんとにらんでいたんだ先生もう人が悪い とが悪いのはそっちの方だ。お前たちがちょいちょい青字の家へ来ることは俺は知っている。それをまるで他人のようなことを言うから、これはこう、と見込みをつけた。タメとトラは震え出して、こりゃえれことになった。それで、あしたちの方はどうなりましょう。どうなるものか。 氷は溶けて跡形なし。水から出て水に帰る。まず、何事もなかったことにすればいい。